ヨハン・スベルケルソン、スウェーデン王、ヨハン・スバーカーシン、1201年から1222年3月10日は、スウェーデン王。ヨハン・スベルケルソンは、スベルケル家のスウェーデン王スベルケル2世とフォルクング家のインゲヤルドの息子である。スベルケル2世は1208年のレーナの戦いで、敗れ、1210年のイエスティール連の戦いで、敗死した。これにより、 彼と争っていたエリック家のエリック・クヌートソンがエリック十世として即位した。1216年にエリック十世が急死するとスウェーデン貴族は教皇の意向に反して15歳のヨハンを擁立した。彼は1219年にヨハン一世として退官した。彼の知性の間にヨハン一世のいとこのヤール、カール・ドーブと聖職者カール・マグヌソンが エストニアのーネに遠征したが、1220年、リフラの戦いで、両者とも戦死し、その後300年にわたり、スウェーデンの勢力はエストニアから駆逐されることとなった。この遠征については、リボニアのヘンリーの年代記や、リボニアの王院年代記に記されている。ヨハン一世は1222年に死去した。子がなかったために、再び、エリク家のエリク・エリクソンが6歳で、 エリク十一世として即位した。ありがとうございます。